アンジェラ・アキと30歳になった五島列島の中学生たちが手紙拝啓15の君へを合唱。10月2日22時から NHK 総合で特別番組拝啓15の君へ30歳になった私からのメッセージが放送される。2008年の NHK コンクール中学校の部の課題曲として全国の中学生に歌われ、その後も多くの人に愛されるアンジェラ・アキの手紙拝啓15の君へ。当時、全国の中学生とアンジェラが交流を深めるドキュメンタリー番組がシリーズで放送され、中でも長崎、五島列島の中学生とのシリーズは番組をもとに小説屋も作られ、大きな話題を呼んだ。また、五島の中学生たちが20歳のタイミングでアンジェラと再会する番組、拝啓20歳の君へも放送。その直後にアンジェラは活動を休止し、家として新しい挑戦をするため、アメリカへと旅立った。それから10年、アンジェラは南カリフォルニア大学を経て、画的にブロードウェイミュージカルの世界で家としての一歩を踏み出していた。そして当時、手紙を歌った五島列島の中学生たちは30歳を迎えた。アンジェラが手紙を作ったのは自身が30歳の時。今回、その時のアンジェラと同じ30歳になった彼ら、彼女らが東京 NHK のスタジオでアンジェラと再会を果たす。スタジオではアンジェラの呼びかけで30歳の自分から15歳の自分に宛てて書いた手紙を朗読してもらうことに。その中で、それぞれのこの15年の人生の紆余曲折が紐解かれていく。そして、火を離れて10年、今年シンガーソングライターとしても再始動することを発表した、アンジェラの今の思いも人の言葉で語られる。また、アンジェラがを手掛け、2024年に火で上演されたミュージカル、この世界の片隅に、の秘蔵映像も紹介される。そして、初めて出会ってから15年、それぞれが過ごしてきた人生の思いを乗せて、アンジェラと30歳になった、五島の中学生たちが声を合わせる、手紙拝啓15の君へ。手紙という曲が、それぞれの人生を再び繋いでゆく。また、今回の番組に先立ち、過去に放送された番組の再放送も決定。ぜひ、今回の番組と合わせて楽しもう。番組情報 NHK 総合、拝啓15の君へ30歳になった私からのメッセージ10、0に水曜日に中日に中日44分 NHK プラスで配信出演、アンジェラ・アキほか関連番組 NHK 総合、拝啓15の君へ若松島編から歌と歩んだ島の子供たちから2009年放送、再放送、09/28土曜日16時30分17時13分、09/30月曜日26時6分26時49分、NHK プラスで配信 NHK 総合、拝啓20歳の君へ、アンジェラ・アキ中学生たち再会そして未来へ、2014年放送、再放送、09/28土曜日17時13分17時56分、09/30月曜日26時49分26時32分 NHK プラスで配信 NHK 番組ポータルサイト NHK ミュージック https://nhk.jp/music アンジェラ・アキオフィシャルサイトハットプス www.angela-aki.online/